何かの役に立つかもしれないし、一応持っていきましょうか。それにしてもこんな不潔な地下室まで探し回って収穫がこの本一冊だなんて、もう泣けてくるわね。よしよし、泣くなら私の胸貸すぞ。あら、ありがとう。でも自前のがあるから結構よ。私の胸にもそんなミサイルが装備されていれば。さてと、いつまでもこんな場所にいたってしょうがないわ。ひとまず上に戻ってみましょうか。了解であります。話を要約すると、この館のどこかにあるその本を見つけ出せば時空を安定化させることができるということだな。そしたら高井さんと小林さんの居場所もわかるのね。しっかしお前も悪知恵はあるくせに間抜けだな。普通そんなやべえ本なくすかよ。それで放置した挙句にコントロールできなくなるとか。ごめんなさい、幸子頑張って探したんだけど見つからなくて。岸沼も手伝ってくれる？なんだよ、突然塩らしくなりやがって。調子狂うな。しかし厄介だな、こんなに広い館では見つけるのも至難の業だ。そんな、あーちゃんとランちゃんのことも早く見つけてあげないといけないのに。なあ、手分けして探すってのはどうだ。そうだな、この人数ならばそれが一番効率的か。でもさすがにゆかちゃんとさつきちゃんにはここで待っててもらった方がいいよな。やだやだ、私も探検したい。さつきちゃん、ゆかたちがついていったら邪魔になっちゃうでしょ。おとなしく待ってようよ。みんなあなたたちにはできるだけ危ない目に遭ってほしくないのよ。だから我慢してね。二人だけで置いていくのも心配だな。よし、俺がここに残ろう。じゃあ残りのメンバーでチーム分けして探しに行くか。やっぱ待ってるだけなんてつまんないや。ねえ、キザミくん、なんか面白い話して。そんなこといきなり言われても困るな。だってこうなったらキザミくんをいじって退屈しのぎするしかないじゃん。こんな可愛い子二人に囲まれてるんだから、ワイダンの一つでもしてみなよ。ふりふり。やめなよ、さつきちゃん。キザミさん困ってるよ。そうだな。じゃあ一つ、不良品の心を持って生まれてしまった少年の話でもしようか。ん？何それ面白そう。不良品の心って何？どういう意味？その少年には人間らしい感情がなかったのさ。だから他人の痛みが分からず、周りの人間を傷つけてばかりいた。その上、生き物の命が終わる瞬間に強い興味を持っていてね。趣味で小動物を殺すようになるまで、そう時間はかからなかった。でもそれってさ、普通なら親とかに怒られない？
そりゃあ怒られたさ。でもね、その少年はいつしか面倒な説教を避けるためにいい子を演じる方法を身につけた。人間というものを観察し、人間が好む人間をエミュレートすることで完璧な優等生の仮面を手に入れたんだ。よくわからないけど、先生の前で猫かぶって宿題忘れたのをごまかすみたいな。それなら私もたまにやるかな。さつきちゃんはいつもバレて怒られてるよね。まあ似たようなものさ。やがてその少年は仮面をかぶったまま成長するんだが、やはり不良品は不良品。ふとしたきっかけで仮面にはひびが入ってしまう。そして本性を隠しきれなくなり、彼はクラスメイトを次々と殺してしまうんだよ。彼は人間の命が終わる瞬間に魅了され、殺して殺して殺しまくった。でもね、そんな修羅地獄の中で彼は妹に出会うんだ。妹ですか？そう、守るべき妹に出会ったことで彼は人間らしい感情に目覚め、ついに真っ当な人間になれた。ほう、盛り上がってきた。その後、兄と妹は二人きりで幸せに暮らしましたとさ。めでたしめでたし。え、そこで終わりなの？なんか変な話だね。それじゃあ殺された人たちがかわいそうだし、その妹も突然出てくるのっておかしくない？おとぎ話というのは得てしてそういうものさ。そんなおとぎ話聞いたことないよ。ってゆかちどうした？震えてるけど。今の話そんなに怖かったかな？思い出した。ずっと気になってたこの嫌な感じ。ゆか、あの学校で、刻みさんに。おやおや、どうしたんだい、ゆかちゃん。またトイレにでも行きたくなってしまったのかな。さつきちゃん、逃げよう。はぁ、突然どうした？ゆうかち、そんなに引っ張らないでよ。思い出してくれたみたいだね、ゆか。また君と追いかけっこができるなんて、お兄ちゃんは嬉しいよ。ラン、ラビットラン。おい、サチコ、そろそろ何を企んでいるのか教えてもらおうか。森重が何言ってるのか幸子わかんない。とぼけるな。悪意の塊みたいなお前が素直に人探しなんてするわけがない。あー、ひどい。幸子、みんながあずさとランを助けたいって言うからこんなところまで連れてきたのに。
それが不自然なんだよ。黙っていればわからないものをわざわざ状況を懇切丁寧に説明した上に自分のミスまで認めるなんて、普段のお前ならありえないからな。森重、意外と鋭いのね。はあ、もう少し秘密にしてようと思ったのにな。全部が嘘ってわけじゃないよ。あずさとランをここに閉じ込めたのは幸子の作戦ってだけで。こういうの、自作自演って言うんだっけ？どうせそんなところだろうとは思っていたがな。それで、お前の目的は何なんだ？もう忘れたの？最初から言ってるでしょ？映画を撮るって。森重もきっと気に入ると思うわ。ここからが本番？それは一体どういう？すぐにわかるよ。じゃーん！すごいでしょう。これは、こんな隠し部屋があったのか。館全体に隠しカメラと隠しマイクが仕掛けてあって、この部屋から全部丸見えなの。ここまで周到に用意してあるということは、お前最初からこの館にみんなを集めるつもりだったのか。ピンポーン、幸子はリアリティにこだわるの。みんなすっかり騙されてて、笑いこらえるのが大変だった。まったく、なんて性根の曲がったやつだ。そんなこと言って、実は森重もワクワクしてるでしょう。これならきっとすごい映画になるもんね。少々引っかかる点もあるが、隠しカメラの映像で構成された映画か。まあ確かに面白い。ワクワクしないと言ったら嘘になるな。森重のそういうところ幸子は好きよ。うるさい、少し黙っていてくれないか。モニターの動きを見逃したくない。釣れないな。まあいいや。それじゃあそろそろ仕掛けを動かしていこっか。篠崎、足元に気をつけろよ。床が腐って脆くなってやがる。うん、ありがとう。しかし長い廊下だな。こんなところに住んでた奴の気が知れないぜ。そうね。便利かどうかというよりも、こういう洋館に住んでること自体がステータスだったんじゃないかしら。そういうもんかね。金持ちの考えることはよくわかんねえな。あら？ねえ、あの部屋、何かしら？ん？なんだこれ。ドアに PC98 って書いてあるぞ。どういう意味なのかしら。ここでグダグダ言っててもしょうがねえ。入ってみようぜ。うお、なんだよこの部屋、真っ暗じゃねえか。これじゃ何も見えねえぞ。ドアが開かねえ。ちくしょう、またこのパターンかよ。そんな、あ、そうだ、確かまだろうそくが残ってたはず。よし、着いたわ。って、なんだこりゃー。
誰だお前、白崎はどこ行った？あなたこそ誰よ、岸沼くんは？あ、もしかしてお前篠崎か？どういうことだよこれ。本当に岸沼くんなの？嘘でしょ、髪は黒いし変な目つきだし完全に別人じゃない。お前こそ変わってないの髪型だけじゃねえか。ちょっと何よその口元、イラッとするからその顔やめてよ。別にやりたくてやってるわけじゃねえよ、顔が固まって動かねえんだからしょうがねえだろう。もう何なのよこれ。何よいきなり脅かさないでよ。今ならやれそうな気がする。やれるって何の？あ、密室なのいいことにエッチな薄い本みたいなことを私にする気なのね。何言ってんのか分かんねえよ。そうじゃなくて、まあ見てろって。ふんはっ。それは筋力補助術。知ってるのか篠崎。今の岸沼くんならきっとそんなドアなんて一発で壊せるはず。そうか。よし、チリアへへへ、照れるぜ。多分もう使えないと思うけどね。ふんはっ。シェイシェイハッ。シェイハッ。シェイシェイハーシェイ。不思議な空間限定だったんでしょうね。私たち顔も元に戻ってるし、ほら見て、普通の部屋になってる。ちょい残念だな。まあずっとあの顔のままでも困るし、しゃねえか。この機会に髪黒くしてみれば、顔も自然とあんな風になるかもしれないわよ。おいおいおい、そりゃないぜ篠崎。あら、なんか理想のテンポで岸沼くんの声が聞こえたような。そうか、俺には何も聞こえなかったけど。ん、理想のテンポ、気のせいだったかしら。シシドは本当にいつも生徒のことばかり気にしてんだな。
当たり前よ、私の可愛い教え子たちだもの。ちゃんと夢を叶えていい先生になれたみたいで俺も嬉しいよ。ありがとう司くん。でもね、私いい先生なんかじゃないよ。本当にいい先生なら決して生徒を危ない目に遭わせたりしないはずだもの。それなのにあの子たちを未だに家に返してあげることすらできない。そんな先生最低よね。そんなこと言うなよ、シシド。え？シシドは生徒に絶望して自分を責めてる大人の姿を見てほしいのか、願いは叶わないってことを学んでほしいのか。違うだろう。つかさくん。だからシシドがそんな風に考えちゃダメだ。自分のことを最低だなんて言っちゃダメだ。それじゃあお前を信じてるあいつらがかわいそうじゃないか。だから頑張れ。あ、なんてさすがにちょっと臭かったか。もう何それ、司くんったら。おいおい、泣くか笑うかどっちかにしろよな。ありがとう、元気出たよ。私もうくよくよしないからね。頑張るぞー。おーそれはちょっと元気すぎるって。あ、何この音。廊下の向こうから。やばいぞ、どんどん近づいてくる。あの化け物は何だ。デクノボーにちょっとイメチェンしてもらったの。謎の殺人鬼って素敵でしょ。お前が仕込んだのか。しかしどこかで見たようなスタイルだな。カップの相手だからホッケーマスクとナタの風紀員スーツがいいか悩んだんだけどね。どうせなら森重が着てみる。断る。あえて言うなら俺はハロウィンマスク派だ。ええ、もちろんキングオブホラーヒーローはゾンビですよね。映画って楽しいね。ほら見てて、これからもっと面白くなるよ。あの化け物、気を失った先生と三國さんをどこへ連れて行くつもりだ。そろそろ森重の出番だよ。はい、これ台本ね。俺の出番だと？そんなの聞いてないぞ。これはフルディン監督のアイディアですか。なるほど、そういうことですか。実に興味深い。面白いでしょ。監督地獄でその映画見てから自分もやりたくてしょうがなかったみたいよ。地獄で映画が見れるというのも衝撃的な事実だが、まあそれはいい。この作品は俺も気に入っている。こういうリスペクトなら大歓迎だ。準備ができるまでしっかり台本読んでおいてね。任せろ、この程度のセリフなら目をつむっていても読み上げられるさ。
横は何も見えない。目隠しをされているのか。そうだ、シシド、シシド近くにいるのか。つかさくん、あ、なんで、なにこれ、どうした、シシド、何かされたのか。おい、大丈夫か。ダメ、こっち見ないで。見ないでって言われても、こっちは目隠しされてて何も見えないんだ。一体何があったんだ。いや、司君にゆいく、やっとお目覚めかね。誰だ。とりあえずモリソンとでも名乗っておこうか。モリソン、なんでこんなことを。一体私たちをどうするつもりなの。君たちは裁かれるべきことをした。心当たりがあるだろう。何のことだ。俺たちは悪いことなんて何もしてない。そうよ、こんな目に遭う理由なんてないわ。やれやれ、子供たちが危険にさらされているというのに隙を見てはキャッキャ、ウフフのイチャイチャ三昧。それが罪じゃないとでも言うのかね。そんなこと、私たちそんなつもりじゃ。ふざけるな、そんなの言いがかりだ。あくまで自分たちの罪を認めないというのだな。ならばゲームに勝利して身の潔白を証明してみせる。これから君たちに交互に4つの質問に答えてもらう。すべての質問に対して3秒以内に正しい答えを導き出せれば解放してやろう。ただし一つでも間違えたり答えられなかった場合はまあそれはお楽しみにとっておこうか。もういい、それしか助かる道がないならもったいぶってないで早く始めろ。つかさくん、心配するな、シド。俺たちが協力すればきっとこんなピンチなんて楽勝で切り抜けられるさ。いい覚悟だ。さあゲームを始めよう。第1問、ゆいくん、君の生徒の中で一番バカであると思う者の名前を挙げる。早く答えないと時間切れになってしまうぞ。残念だよ、ゲームオーバーだ。そんな、待ってくれ、もう一回チャンスを。さあ食材の時間だ。なんだこの音は。シシド、何が起こってるんだ。あ、
なんだ、柔らかくていい匂いが。でも息ができない。もうお嫁に行けない。ダメだ、どんどん意識が遠く。シュシュと助けられなくてごめん。